そこから撮影禁止。帰ってきて、まあいろいろ話したんですけど。はい、じゃあちょっとね、今緊急で動画回してるんですけど、今ね、セレクション終わって、まあ、ちょっとゆっくりしようって思ってたら、まあ、事務所の方にね、この後来てほしいって言って呼ばれて、この話がね、ちょっとテンパりすぎて何話してるか分かんないんですけど、まあ、どういう内容を話すとかね、分かんないんですけど、気の悪い系、どういう内容をね、話すとか分かんないんですけど、まあ、とりあえずね、今から事務所呼ばれて話し合いしてくるんで、まあ、その話した内容とか、またこの動画で伝えられたらなって思うんで、とりあえず行ってきます。多分話す内容とかはね、さすがに動画でできないと思うんで、ワンチャンあるぞこれ。あるでマジである、まあ、俺の予想は多分今日夜遊びに行こうとか。それはないやろ。そのためにまあ事務所を、まあ、公園でバスケしようとか。何でそのバスケ、まあ、びっくりした。逆方向歩いてんか。それはさすがにまあたまにあるけど、ちょっと時間やばいんで、まあ、俺の逃して取り消してください。シャレだな。西新宿で GF 入っていきます。ちょっとここから撮影禁止。はい、それじゃあね、ちょっとね、帰ってきて、まあいろいろ話したんですけど、MVP とかは、まあ、全然関係なかったですね。はい、普通に、まあ、どういうこと話したかって言ったら、まあ、ドイツのこととか、まあいろいろ話聞かせてもらって、で、まあその中で、まあ、ドイツの留学にどんくらい興味あるのかっていうふうなこととかを、いろいろ話させてもらって、で、まあドイツのサッカー事情とかっていうのを、まあ、詳しく話してもらった段階で、MVP とかっていうのは、なんか、今からね、その今日来てたスタッフさんたちの中で、まあ、投票で投票数が多かった人が、まあ、選ばれるっていう風な形って言ってて、で今の時点でもう本当に誰が取るかとかね、全く決まってないらしくて、でまあその中でやっぱこの選手がどんくらい伸びしろあるとか、まあ、この選手がドイツに行って、まあ、ここを改善したらこんくらい良くなるっていうのとかを、まあ、基準にねどんどん決めていくっていう風な話で言ってたんで、まあ、それはねあとはもう楽しみに待つしかないんで、はい。今日話したことで、まあ、ドイツサッカーのこととかいろいろ話したんですけど、やっぱ話していく中で僕は絶対ドイツに行きたいなって思って、でっていうものもそうな、それは気長に待っていこうかなって思います。とりあえず今回の動画はこれで終わります。それではまた会いましょう。チャオ。え、ガチやん。え、待って、エグいエグいエグい、ほんまにエグいって。ええ、待って、えちょ待って、まだ、え、待って、やばい、ガチ現実受け取られへんねんけど。ええ、マジで、ちょ待って、え、ちょ待って、これはエグい、これはエグい。静かに。ちょ待って、ちょ待って、エグい、それは。どうした。いや、どうしたんじゃないよ。お前や、お前が全部これ管理してて。普通に、セレクション落ちたと思ってたよ。うん。俺ら二人、うん、でもお前今管理して見してきたよ、うん、MIP 合格しました。見落としてた。余裕で。お前やばいって。それはてかもう落ちましたの動画撮ってたの。確かに。もうなんかめっちゃ落ち込んでたのに、それで一回ちょっとマジ普通に嬉しいんやけど、やばい。やるやん。落ちたと思ってたから余計嬉しい。よかったよ。こっからや。喜ぼうぜ。喜んでる。嬉しかった。マジ嬉しい。こっからな。スタートラインそこだけ。とりあえず喜ぼうぜ。いやマジ嬉しい。正直さ。お金の面とかで今まで親とかに迷惑かけてきたりしてて、でまあ留学ってそんな安いもんじゃないからさ、それをどうにか自分の力でしたいなって思ったけど、まあ、なかなか大変なところであったやん。まあ、それで親とかも結構心配してくれてさ、親以外の周りとかも結構心配してくれてさ、視聴者の人とかも結構俺がどうなるんだろうっていうので、まあ、今後のこととかも結構心配してくれてたわけで、俺はまあそれで社員だろうと正直思ってたし、それが俺の実力やから仕方ないなって思ってたことがあって、なんか安心させれるって思ったらみんなもとりあえず行ったで、まあそうやって頑張って貯めようと思ったお金とかをなんか親とかに使って、まあ、渡せるちょっとなくさせてあげるって思ったらさ、嬉しいなって。
いや、一個チャンス掴んだんやから。けどまあ、こっから、勝ってよ。こっからやな、スタートライン。一回カメラ撮れて、一回あとちゃんと話すから。じゃあ、改めまして、PSS です。ちょっと、夜中起こされて、見落としてたって言って、こいつにカメラマンに言われて、びっくりしてなんか変なテンションになって涙出たんですけど、普段、まあ泣いたりすることないですけど、ちょっとさすがにこれ嬉しすぎて、涙出ちゃいました。泣いてなかったな。汗やな。目から汗が出てた。ダサい。ダサい。ダサい。サム？それダサい。あ、ダサい。まあ、そうやな。まあ、こっからほんまにスタートライン立っただけで、まあ、向こうで、まだドイツ行って契約っていうの勝ち取らな意味ないし、もう聞いてた話だったら、まあ、4部とか5部とかの練習参加行って、まあ、そこでチーム決まって、で、そこで1年間丸々通して試合出ることができたら次ステップアップみたいな感じになるから、まあ、いきなり上っていうのはなかなか厳しいところであるけど、まあ、そういうところで練習参加して頑張ってたら絶対結果はついてくるもんやと思うから、俺は。だから、あとやるだけ。ほんまに向こう行った実力の勝負やし、経歴も関係ない、実績も関係ない、もう完全に実力の勝負できるっていう、それが楽しみで仕方ないな。俺一番それがしたかった、正直。行くタイミングとか、まあ、そういう話になってきたら、まあシーズンオフっていうタイミングに行くから今すぐってことは絶対に無理で、まあ、11月か4月かどっちかで、まあ今回受賞したのは MIP っていう賞なんで、あの MVP とはまた別で半額免除っていう形になるんで、まあ、その半額は一応かかるんで、それを貯めたりするのが必要になってくるし、まあその他にもね、向こう行って生活するお金だったらある程度貯めないといけないっていうのがあるんで、まあ、大体100万から150万ちょいは貯めてから行こうと思って、その貯まったタイミングっていうので行こうと思うんで、早かったら11月で、まあ、ちょっと期間を遅らして、まあ、4月っていう可能性もあるけど、なんか結構理想的なのは4月に行くのが理想って聞いて、で、まあ、11月とかやったら前期の参加、まあなんかいろいろあるらしくて、そのシーズンの関係でなんか11月のタイミングで行ったりしたら、もう即戦力しか欲しくないっていうチームが多いらしくて、まあ4月やったらまあ出れるかどうか分からへんっていう感じでも取ってくれるんで、まあ、だからちょっとレベル高いところとかでも行けたりするんで、まあそう考えたら4月とかに行くのもまあベストなんかなって思うし、逆に11月に行ってまあ言語とか慣れて4月からまた新しく勝負っていう形もできるんで、またいろんなやり方があるかなって思うんですけど、まあそれを考えた上でね、またドイツでタイミングとか話していきたいなって思って、やっぱけど意識とかが多分全然違うやんか、向こう行ったら、その成長の人、うん、もう言っとったけど、日本のサッカーとは全然違うって言っとったやん、それがどんだけお前が通用するかっていうのが俺はみたいな、でもどんだけ自分が日本で通用せえへんかった選手がドイツで全然通用するとか、逆もあって日本でめちゃくちゃスーパーやった選手がドイツでは全然目が出えへんとか評価されへんっていうパターンもあるらしいんで、まあ、それはね正直、まあ聞いた話とかだけやったらわからないし、自分がいいって実際やってみないとわからないんで、まあ、この自分のスピードとかある今ある武器を最大限に生かして、どんな経営できるかっていうのを限界まで挑戦したいなって思います、まあ、挑戦するだけじゃ意味ないんで、絶対そこできるからして、なりたいと思います、絶対なるんで、けどリアル伝えながら行くのは多分マジで初めてやと思います、こんな留学で YouTube でリアル伝えながら、それも絶対伝えていくんで、まあ来年の4月までにここまで行かないといけないんで、もしかしたら伝えられなくなる可能性もあるんですけど、まあそれは絶対いけると自分は信じてるので、お願いします。5万人聞かなかった YouTube やめるって感じで、お願いします。そうですね。けどまあこうやっていろいろほんまに決まっていってよかった。ほんまによかった。マジで。まあ、これ多分親とか見てると思うんだけど、安心してくれ、ほんまに。俺頑張るから、どこ行っても。まあ、結構俺の親とか、まあいろいろ心配で、結構連絡とかくれるけど、僕はほんまにそれを一番安心なさいっていう気持ちがあるし、まあ22っていうことでしたね。サッカーで見たら全然若くないですし、サッカーの日本の平均体重が24になるというか、24か26かどうかは最近になりますから、って考えたらもうあと2年しかチャンスないので、僕だけいかに早く結果出せるかっていうところが大事になってくるんで、挑戦して結果出してまたステップアップしていくだけなんで、みんな安心してください、絶対なるんで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。まだまだ足りてないとこいっぱいあるし、荒削りな部分もあると思うけど、まあ、それが俺のやつやと思ってほしい、まあ、こうやってねこの年から成熟してた意味だよ、
落ち着いたこと言ったりちゃんとしたコメントしたりっていうよりは、俺は思ったことを発言するのがいいと思ってるし、何が正解で何が間違ってるか分からへんけど、俺は若いからこそ今思ったこととか発言できるのが売りかなって思うし、だからちゃんと思ったことは伝えるし、それはドイツ行ってもどこ行っても絶対変われん。試合の中では堂々とするだけだし、その姿勢さえ変わらんかったら俺は絶対上いけるって自分を信じてるから、頑張ります。ドイツの今回受けさせてもらったセレクションっていうのも、ね、一応概要欄にどうやって受けたらいいとかっていうのがね、分からない方もいっぱいいると思うんで、そういう方のために概要欄にクローズのセレクションっていうのに一応貼ってあるんで、これはなんか紹介したいっていうよりかは、僕自身そういうのが分かってなかったので、全然友達に誘ってもらって最初受けたりしたんで、僕の視聴者も結構できるプログラムしてる方とかもいると思うんで、まあ、そういう方に向けて、ね、一応貼ってあるんで、多分他にもね、いろんなそういうのがあると思うんで、またぜひ気になる方はね、自分で調べたりするのもいいと思うし、その概要欄から僕が受けたやつを受けてみるのもいいと思うし、いろいろあるんで、はい、まあ、とりあえず概要欄に今回受けたの貼っております。リベンジャーズ、そう、多分皆さん一番好きなのがそのリベンジャーズどうするのって多分思うと思うんですけど、あのリベンジャーズの方もちゃんとやっていて、でそこで絶対成長してね、まあ、もしかしたらドイツ行った後にね、成長してまた帰ってくるかもしれないんで、なあ全然あるよな。まあ、日本、ほんまに俺自身全然予測不可能なことが起きてるんで、まあけど俺は俺の人生なんで、ね、誰かに決められた人生じゃないんで、そうやってシナリオ通りに行くことなんてないと思うし、まあ何がほんまに今後どうなっていくかわからない。もしかしたら日本でな声がかかるかもしれないんで、まあ、とりあえず今からね関東チーム以上のチームに入って、まあ、そこで結果残すっていうだけなんで、まあ、そこで結果残して成長しながらリベンジャーズで成長して、でその成長した俺の状態で海外ポンっていけるっていうのがね今の理想なんで、まあ、どれも中途半端にするつもり絶対ないから、もうそれだけは信じてもらえたらなって思います。まあリベンジャーズでの活動もねちゃんとそうやって言っていくんで、どこまで活動が続くかっていうのが正直分からへんな、目標っていうのがはっきり、そうっすね、まあ、とりあえず伝えたいことはそんだけです。あとは頑張ります。それじゃあまた会いましょう。チャオ。